新たに発表された B リーグ福岡のロゴ写真を拡大、昨シーズンの B2 を制し、来シーズンから B1 に昇格するライジングゼファー福岡は29日、新たなクラブロゴを発表した。デザインは、ファーストオーダーの岡田光勲氏が担当。クラブの由来である雷神を比喩するライジングの R と風神を表すゼファーの Z に2つのイメージを相対させることにより力強さが表現されており、それらのモチーフからなるエンブレムの中央の右上に上るラインは右肩上がりにシーズンを躍進していけるようにという願いが込められている。福岡の神田康則社長はほぼ全会一致でこのロゴに決めた。使用レギュレーションなど、管理を徹底して、かっこいい価値の高いものになるようブランディングしていきます、と話した。